去年もお世話になりました。去年はこちらでやって、その2週間後ぐらいに東京で神楽したんですが、今年は逆でですね、2週間ぐらい前に鎌倉というところで神楽をしました。でまたこちらに来ることになりました。その様子はですね、こちらに文化庁から頼まれて記録保存もしている安倍さんという方がいますけど、この方が撮影してすぐ次の日にはね、 YouTube っていう見れる方あったらですね、石破十日神楽鎌倉ってやれば出てきます。7演目ずつ前の日と次の日とね、14演目やってきました。その様子は石破十日神楽鎌倉っていうのをやると出てきますので、どうぞご覧になっていただきたいと思います。普通であれば次は8万枚とかこうやってるんですけど、ちょっとすぐ荒前が出ますけれども、風正の前という一番早爪神楽では前振りの早い前と言われております。今日都合によってちょっと忙しいので、先に荒い神さんが出てきます。一つがっかりしてることはね、去年スコープジャンセンが来たんですよね。でここで5本並んでて、彼が出て踊ったらそのスコープが3本倒れるんです、ね、世界チャンピオンと言ってるけど、あと2本倒せば世界チャンピオンになるねって言ったんですが、今日来ないのでね、がっかりしてますけど、それでは風正の舞という舞でございます。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
優勝の前という一番速いチームの中でも前の速いスピードがあります。今見たらですね、あまりヘコヘコしてる初めにやる人はね、もう入ればね、ダンスぐらい疲れるんです。あの力入ったって本当はよく見えないんだけども、なかなかね、やっぱこういうタイプの戦いでして、目につけてるものを変わることですね。自分で自分を苦しめてるんですけど、だんだん慣れてくると体が力を抜けるという、そうすると予分もあると、あのよく考えれば体が壊れてくるって言うんですけどね、そうするといい前が守れるというふうになっています。